慶応フローラルガーデンアンジュは、かつて、東京都調布市多摩川4丁目38に、存在した慶応グループの植物園。慶応フローラルガーデンアンジェとも表記する。運営主体は、慶応電鉄で、本校では慶応遊園の付属施設として開園し、慶応フローラルガーデンアンジュの前身となった、東京勝負園及び慶応百貨園についても記述する。 1956年6月16日、東京勝負園として同じ場所で開園。1961年4月、京王百貨園へ改唱。和風情緒漂う日本庭園で、花あやめ500種以上を育成する、花あやめ日本一と言われ、名物の流しそうめんが人気であった。花あやめをあしらった記念乗車券が発行されたり、京王線の営業電車が、 ヘッドマークをつけることもあった。慶応フローラルガーデンアンジュ、ローズガーデン1997年に廃園となった、慶応百0園の跡地を、欧風庭園として、大規模改修する形で開業した。名称の、アンジュは、アメニティナチュラルガーデンオブヨーロッパの略語。沿線で、生花店、フラワーショップ慶応を経営する、慶応グリーンサービスが管理を行っていた。 マグノリアの木を植えたマグノリアガーデンが目玉で、他にもバラ園、ローズガーデンや桜スイ水蓮が咲くモネの池などがあり、様々な植物が育てられていた。同じ調布市内の神大植物公園と異なり、温室はない。随所にベンチがあり、子供が遊べる芝生広場も設けられていた。敷地内には小さな売店、アンジュショップがあり、花の苗、 絵はがきやグッズなどを販売していた。売店は駅前のバス通りに面しており、入園しなくても利用できた。売店では飲食物の販売はなく、園内に自動販売機やゴミ箱は設置されていなかった。そのため園内に空き袋、空き缶やペットボトルなどのゴミが放置されることはなく、非常に清潔に保たれていた。またペットの持ち込みは禁止されていた。 園内ではコンサートや写真コンクールなどのイベント、園芸、フラワーアレンジメントの講座が随時開催されていた。また季節ごとにハロウィンのデコレーションやクリスマスのイルミネーションも行われていたい。2011年には園内にバーベキュー施設 BBQ ビレッジが開業した。京王電鉄は2021年1月15日付のニュースリリースで 同年5月31日付で、慶応フローラルガーデンアンジュを、同年10月31日付で、BBQ ビレッジを営業終了することを発表した。慶応玉川駅周辺では、調布市が主導する再開発事業が計画されており、閉園後の跡地については、駅周辺の土地と一体的に、慶応玉川駅周辺地区町づくりの検討を、 調布市や地域と共同で進めるとしている、慶応フローラルガーデン案受当時のもの、1 0百回に関するカテゴリー、ありがとうございます。